詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、昨日の配信はですね、先週末の先週の金曜日に収録したやつだったんですけれども、もう急遽、北陸の実家の方に一時的にちょっと帰省することになってですね、もうドタバタしていたんで、もう全く編集する時間がなくて、それを月曜日に、配信したということになります。で、今収録しているのは火曜の朝なんで、仕事行く前なんですけれども、だからまあ僕としては、3日4日ぶりぐらいに、3日ぶりぐらいかに収録している感じですね。まあ実家の方に帰省したのはですね、もう北陸の友達が飲まんかというふうに言われて、で、その友達が七尾出身の友人なんですよ。だから、本当に地震でですね、ギリギリ運が良くそこのエリアは大丈夫だったみたいな形、だったんで、いやー、これはもう、健康な状態の両親に会えるのも、なかなかもう70過ぎてますから、わからんしなというところもあるし、それもだし、友人ですね、同い年の友人とも、いつ会えるかわからんよな、ということを感じてですね、もうトンボ帰りで奥さんに話したらいいよと、帰ってちゃんと話してきなみたいな、飲んできなというふうに言われたんで、トンボ帰りで行ってきました。まあ本当に夕方出発して次の日の昼過ぎには帰ってくるという、強行スケジュールだったんですけれども、まあ友人ともいっぱい喋ったし、親ともですね、もう何時間 4,5 時間ずーっと喋ってましたし、もういろいろまた学びがあったし、自分のルーツとかもですね、知ることができたんで本当に良かったなと勝手にもう大満足しております。やはりちょっと無理が たったでですね、あとは先週とかもずっと睡眠時間をちょっと削りがちで行ったんで、そろそろエンジンが切れてまいりました。若干ちょっとですね、疲れが微妙に溜まっているんですけれども、今日はなのでゆるゆるとですね、継続してコツコツ頑張っていきたいかなと思っている次第です。はい、ではですね、今日お話しする、本題なんですけれども、どうしようかな、テーマはどうしようかな、避けておきたい、3種類の発声パターンというか声の出し方3選みたいな、そんなテーマで、話したいと思います。もう頭も微妙に回ってないから何とも言えないんですけど、こういう声の出し方は、避けましょう、卒業しましょう、という、そういう内容になります。詩吟をやっているとですね、僕も長年やってきたわけなんですけれども、やはり、やり始めの頃とか、若干調子に乗った頃とかですね、スランプに陥った頃とか、それぞれにですね、そういったいろんな声の出し方をやっているんですよ。やはり詩吟の一番核になるところは声の出し方、発声ですね。発声が整ってくるといろんなところがコントロール効いたりしてきて、しっかり吟として低音なしてくるんですけれども、ここは避けては通れないんですよね。他のところはいくら良くても発声がですね、なかなかうまくいかない、いい吟になりづらいんですけれども、この発声で、僕がどういう失敗を犯してきたかみたいな話になっていきます。では早速ですね、3つ順番に行きたいと思います。わかりやすくいきましょう。一つ目は裏声ですね。そして、二つ目はうるさい声、引っ掛ける声。そして三つ目が、引く声ですね。後ろに引く声ということでお話ししていきます。まず一つ目、サクッといきましょう。裏声です。これは声の高い女性に多いんですけれども、あと詩吟やり始めの頃ですね。そういった方は詩吟が思った以上に音階が高くてですね、天空のところで裏声を使ってしまうということがあります。雪は元祖のごとくと、こんな感じに、大会とかですね、たまにそういう風に吟じられる方がいるんですけれども、詩吟はですね、裏声は使いません。もう地声一本ですね。地声一本になるので、やはり裏声だと詩吟の力強さとかというものが表現本当できないんですよ。力強い裏声もあるよという声は、そういうのは聞くんですけれども、
それで OK 出すことは本当に滅多にないんですね。基本裏声はもうなしと、全部地声だと、特に女性、声の高い女性は気をつけてほしいというところになります。と言いながらですね、僕の奥さん多分そのタイプなんですよ僕の奥さん声高くてですね、裏声と地声の境目がわからないんですよね。だから車の中で軽く教えようとした時に、そこでもうまだどうしようかなと、でも声量あるしな、声もそこそこ前に出てるしなと、これは何なんだろうとか思いながらも、とりあえずですね、裏声、明らかな裏声ってやつは、避けましょうという話です。では、次、二つ目、三つ目が、ちょっとヘビーな内容になってきます。二つ目がですね、うるさい声。引っ掛ける声とでも言いますか、になります。これは僕は銀始めて、3年目ぐらいから、どれぐらいだろうな、10年目近くぐらいまで結構、その要素で悩まされていた感じはありますね。うるさい声、引っ掛ける声、どういうことかというとですね、今の富士山でやりましょうか。雪はちゃんとやると雪はこういう出し方になるんですけれども、うるさい声というのは雪はとかですね、元祖のごとくとかですね、とか、こういう引っ掛ける声です。ですね、引っ掛けるって言いますけれども、声というものはですね、呼吸だけでは音にならないんですよ。このお腹で練りに練った呼吸をですね、喉を通過させ、声帯を通して、かつ、この頭の中とか頭蓋の中といいますか、口の中といいますか、そのあたりにうまいことぶつけて、そこから音が出るという、プロセスになるんですね。多分そうです。で、その、ぶつける場所が本当に真上になったりすると裏声になるんですけれども、その音をですね、なんていうかな、上顎の、あたりですね。上顎とか、歯のあたりとか、唇周りとか、鼻とかですね。そういう斜め前あたりに、ぶつけるんですよ。もうなんか優しさのかけらもなく、もう、とりあえずここにぶつけとけばいいでしょうみたいな、引っ掛けるっていうんですね。あーとか、絵が一番わかりやすいですね。って出さないといけないところ、という風に、はーみたいな、こういう出し方ですね。こういう出し方で、声量を上げようとしているのは、本当にうるさい声ですね。うるさい声。これは本当に、早々に、最初、ちょっとぐらいはですね、声が大きくなった、嬉しいなというのを味わう意味で、こういう声を出し方、多少してもいいんですけれども、これをやっているとですね、そもそも、発音がとても汚くなりますね。発音が汚くなるということは、相手にとってですね、何を言ってるのか伝わりにくくなるんです。あーなのか、えーなのかわからないみたいなんですね。それはやはり銀歯として、あるまじき行為です。銀歯は、私文をですね、正確に正しく伝えるのが、まずやるべき、果たすべき義務になってきますんで、そこを果たせないということですね。で、あとはそもそも、そういう発音の悪い銀というのは聞いていてやはり心地いいものではないんですね。いくら声量が大事だとはいえ、これはちょっとなんというかな、声量、本質的な声量ではないんですよ。ちょっと傘に来ていると言いますか、下駄を履いているような声量になっているので、こういう出し方は、避けましょうと、早々に卒業しましょうと言った方が良いです。そして、三つ目ですね。三つ目は、引く声です。後ろに引く声。これは、ちょっとレベルの高い話になってくるんですけれども、どういうかな。じゃあ、今の、弁声でいきましょうか。ちゃんとやろうとすると、弁声、粛々と、こんな感じの出し方なんですけど、これを後ろに引こうとするとですね、弁声、粛々、これ違いわかりますかね もう高い方がいいかな。夜で、川を、前に出そうとするとこんな感じで、川を、こういうのが後ろに引く声になります。
これもですね、本当に、これは銀を始めてどれぐらいだろうな。8年から十何年とか経つぐらいは僕はそれで結構悩んでいたんですけれども、声を後ろに引いているんですよ。まあ、実際に後ろに引くっていうのが物理的に起こっているのか何とも言い難いんですけれども、その声をぶつける、呼吸を口の中のぶつける場所ですね。その唇とか鼻とかに引っ掛けるようにガツンとやると良くないということはお話ししましたが、本当に喉の奥ですね。口を大きくあーって開けたら、そのあーの喉チンコあたり、の奥で壁と言いますか、多分そのあたりにぶつかってるようなイメージです。引き込んでるようなイメージです。あーあーと高い音とか上に盛り上がるような音というのはそういう風に無意識的にやっている人が結構います。僕もやっていました。であとは今 YouTube の資金教室の方でもですね、引く声になってしまっている方やちらほらいらっしゃるんです。その方はですね、何というかな、音が綺麗に出しやすいし、楽なんですよ。楽に、かつ綺麗に、なんか安定して出せているような感じがするんですけれども、これはですね、この出し方をやると、力強さが明らかに失われます。そうですね。やはり人に、詩吟はやっぱり、まあ、銀にもちろん夜とはいえですね、迫力、力強さ、太さ、骨太さみたいな、そういうものをですね、前提として表現していった方が良い芸能だと思うんですけれども、その力強さ、太さというものがですね、後ろに引くともうなくなってしまうんですよ。だから、まあ、太い声を、力強い声を出すという意味で、声を前に押し出すという必要があります。まあ、今日3つの声質出したんですけれども、じゃあ結局どういう風にやればいいのかということなんですが、まあ、それが普段から話しているですね、丹田でまあ声を絞ってですね、圧縮して、それを声を前に押し出すというものです。そう。前に出すんですね。後ろに引くわけでもないし、顔の鼻とか上顎とかに引っ掛けるわけでもないし、で直上に抜くように裏声を出すわけでもなくですね、もうストレートに、口の周り、唇から口の中央からですね、レーザービームを出すかのごとく、おーっおーっおーっというそういうような出し方がいいんですね。ということで、これは、次回に続きましょうか。珍しく前編後編ということにしましょう。こういうこの裏声と、うるさい声と、低声、これは避けた方が良いですよということで、じゃあこの前に押し出す声っていうのは、まあ、どういうものなのかですね、これをひたすらいろんなイメージ像を今回はどんどん用いて言葉多めにしてですね、あ、このイメージならちょっとつかめそうみたいな話を、次回やりたいと思います。今日だけで話すなんかどんどん長くなりそうですし、僕も今日そこまで元気じゃないんで、そんな感じに行きたいと思います。ではこんなとこですかね。もうさらっと宣伝だけすると、去年の4月に出版しました、私の電子書籍、詩吟の教科書初心者編という、本がございます。詩吟の教科書で多分検索したら Amazon で出てくると思うんですけれども。まあ、あと私のこの動画の概要欄にもリンクが貼っております。まあ、詩吟でとても役に立つ内容がですね、思った以上にもう評価が高くて、今多分星 4.8 とかなってるんですね。多分詩吟の本で売られているものでこんなに評価が高くて、購入されているものは他にないはずです。なんかだんだん自信がついてきましたけれど、オーディオブック化も今頑張っているんですが、いろいろ体力がなくて進んでおりませんが、ペーパーバックも進んでおりませんが、まあ電子書籍であれば購入したらもう即日すぐスマホで読めますし、読みやすいです。ぜひ購入していただけたらとっても嬉しいです。レビューもお待ちしております。では、後半一つ、吟じて今日終わろうと思います。いやーもう疲れましたね。これから仕事なんですが。で、今日吟じるのはですね、どうしよっかな、どっちにしよっかな、これは。こっちに逃げよう。新島城作完売にします。こっちにします。まだ若干優しい吟じしないと僕は今日なんか疲れそうなんで。ではこちら詩文ですね、読んでいきます。完売、新島城。定常の一完売、笑って風雪を犯して開く。
争わずまた務めず、おのずから百花の先駆けとなる。ではどういった内容かですね、庭に美しく花をつけて完売の木が一本ある、その梅は笑って厳しい風や雪に耐え忍んだ後に初めてこの美しい花を咲かせるのである。別に他と争うのでもなく、また力むのでもなく、自然に多くの花の先駆けとなっているのであると。いや本当に最近はだいぶちょっと無茶していたなというところもあるんですけれども、この自然のほど自然の力強さっていうものはなんか学びたいなと思います。ではこの後ろに引いたりとかせずにですね、前に前にを意識しながら、こちらちょっと吟じたいと思います。完売新島城、笑って風雪を犯して開く いかがでしたでしょうか。まあまあ、吟じられたんじゃないかな。吟じながら、なんか気持ちが整ってきたなというのをしみじみ感じました。本来なら整えてから吟じろという話なんですけれども、まあ疲れている時もですね、なんか美しい吟をちゃんと声に出して、味わいながらやっていくと、そのなんていうんですかね、この漢詩に含まれている栄養素が綺麗に体に取り込まれていく感じがします。でちょっと元気になるみたいなんですね。少しだけなんか目がシャキッとして喉の通りも良くなったような感じがしました。ということで、今日はこんな感じですね。明日が、限定公開アドバイス YouTube メンバーシップ限定の、配信になりますので、今日の気になる続きの話ですね、それは明後日にやりたいと思います。ではでは、もう暖かい日と寒い日続くんですけれども、体調に気をつけて、あと睡眠時間もとって、頑張っていきましょう。ではでは、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。